さあ続いてはゲストコーナーでございます。まあ僕の中では今までのゲストの中では一番の大御所ですね、やはりね、マイケル・ジャクソン、マイケル・ジャクソンの上かな、と思います。さあそれでは今日のスペシャルゲストをご紹介いたしましょう、はい、落語家桂歌春師匠でございます。ちょっとマイケル・ジャクソンなんですか、ムーンを違いますか、前ムーンを初めて見ましたけど、すんのめりみたいな、超えてますね。歌春師匠でございます、よろしくお願いいたします。さあそれでは簡単に私からご紹介をさせていただきたいと思います。桂歌春師匠はですね、宮崎県日向市のご出身で、昭和45年に落語界に入門でございますね。昭和60年に真打ちに昇進されまして、現在は落語芸術協会の理事を務められております。ジジイ、リジです。はい、そして現在もですね、師匠はほぼ年中無休で寄席を務められているということなんですよね。すごいですね、いつも休みの方って。いやいやいや、バイトしてます。お前や今日うちの玄関の前で30分座ってたんですよ。何してるかわからないですけどもね。ストーカーですね。そうですよ。師匠はあれですか、この話し家になろうと思ったきっかけっていうのは何かあったんですか。そうですね、きっかけ、いい言葉ですね。いや、よく言われるんですよ、どうして話し家なんかになったんですか。これちょっとトゲがありますね、なんかって言うんですか。でもこれはしょうがないね、やっぱり聞かれます、皆さんと同じですよ、やっぱりね、私本当はジャニーズ事務所のオーディション受けたかったんですよ。でもやっぱり無理だなと思いまして、でまあ手頃なところはやっぱり落語家がいいかなと思って、それでやっぱりもう同じ好きでね入ったんですけれども、いや大学の落ち研、西南学院というところ行ってまして、そこでやって受けるんですよ、これが。で、あ、これならなれるかなって勘違いしちゃった。いやいやいや、そうですよ、もう理事です、理事ですよ。それでまあ話がいいね、なられたと。すごいですよね。まあ厳しい世界だとよくお聞きしますけれども、厳しかったです。なんことはないですけどね。ということでしょう、今日はよろしくお願いいたします。せっかく師匠が来ていただいておりますので、ということで今日はこちらを開催したいと思います。じゃじゃん、第1回テゲテレ大喜利大会でございます。さあ、それではルールを説明したいと思います。これから皆さんには、いくつかの大喜利に答えていただきます。歌春師匠がいいなと思った回答にはこちらのテゲテレステッカーを進呈します。そして師匠があまり良くないなと思った回答の場合にはテゲテレステッカーを没収させていただきます。そしてこのテゲテレ大喜利大会をお手伝いいただくのはこちらの方、宮崎市民プラザ上脇恵子さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よし、ね、ま、言ってみれば山田くんですね。山田くんですね、本当ですよ、よろしくお願いします。ステッカーが本当によく似合いますね。さあそれではいきますか。はい、早速参りましょう。それではまずはですね、やはり大喜利といえばこちらを、回答者の紹介でございますので、ありますよね。それでは自己紹介をお願いいたします。どうぞ。はい、なんでだろう、今日のテゲテレ休みたかった、木村つづくです。大喜利が怖かったんでしょうね、多分ね。できれば今日休みたかった。そうですね、本番前からみんなドキドキされてましたからね。すごく今日嫌です。はい、じゃあ次私、行かせていただきます。私この世界に入りまして、まあ、十数年経つんですけれども、なかなか顔と名前を覚えてもらえないんですね。ついこの間もですね、あ、テレビいつも見てますよ、ここねちゃんは今日も元気ですかと聞かれるんで、その時は僕はですね、おかげさまで元気でやってますと常にこうやって答えております。永遠の準レギュラー、緑の貴人こと田島亜生です。師匠、これ場の空気を悪くしましたね。ステッカーをもう取ってもいいんじゃないかな。そんな短いやつだったよ。じゃあ続いていきましょう。はい、天高
格馬小ゆる秋と申しますが、我が家では嫁ばかりが超えていきます。太り手佐藤です。はい、どうぞ。いいですね。はい、じゃあどうぞ。はい、どうもこんにちは。今日は25日ということで給料日ですが、もう2000円しか残っておりません。一足先に冬を迎えております。ナンバーってトナミです。お願いします。季語を入れてもらいましたね。ということで、素晴らしい。はい、このメンバーでお送りしたいと思います。さあ、それではもう慣れないでもらっていいですか？大丈夫ですか？一人心が折れた。折れましたね。大丈夫大丈夫。まだこれから。今からですからね。さあ、それでは1問目のお題はこちらでございます。てげてれの4文字であいうえお作文を作ってください。頭にね、はい、これを追い込む。なるほどなるほど、てげてれ、このパターンよく師匠ありますもんね。そうです、早速言いますか。早いですね、早いですね、自信あるじゃあ挙手制でドキドキしてて一応考えてやるんですよ。なるほど、師匠大丈夫、この2人6足でずっと走ってるんで、この2人吉本興業の芸人の2人は、うん、慣れてますから。ね、もうこいつは特に慣れてます。いや、アセイ君も自分がしくったからって人を追い込むのやめてもらって。汗かいてきた。いや、本当にちょっとね。はい、じゃあ、はい、鈴木君じゃないわ。佐藤君。汗かいてきた。佐藤君行きましょう。はい。テゲテレのテ。天気が悪いと。テゲテレのゲ。げんなりするけど。テゲテレのテ。テンション上げて、テゲテレのレ、レイコップ。さあ、師匠、師匠、ちょっと微妙。微妙。じゃあこれプラスもなし、募集もなし、ステイ。はい、はい、はい、はい。じゃあ木村君行きましょう。ちょっとまあ自己紹介兼ねて、はい、そうですね。さあ、はい、それでは行きましょう。テゲテレのテ、丁寧に。あ、丁寧に。テゲテレのゲ。現場現場で仕事して、テゲテレの手、手に入れました、テゲテレのレ、レギュラー数。おお、なるほど。うまい。これ師匠、ガチですからね。これ本当の話。ステッカー一枚。ありがとうございます。綺麗にまとめました。綺麗でしたね。さすがですね。はい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 。トラミ君、行きますか。はい。じゃあ行きますよ。テゲテレのテ、天使のような。テゲテレのゲ、原始人の役を。テゲテレのテ、テントの中で。テゲテレのレ、練習中よ。師匠が困っております。でもせっかくだから1枚。すごい師匠優しいな。危ないな、これいいな。ちょっと真面目な。はいはいはい、いいですか。いいぞいいぞ。じゃあ早速行きましょう。お名番返しいきますよ。テゲテレのテ、テレビをつけるば。つけるば。テレビをつければ。テゲテレのテ、元気になれる。テゲテレのテ、テゲテレ金曜、テゲテレのレ、レギュラーメンバー。いいでしょ。気に入ってるな。師匠こういうの好きですね。今いやいや、師匠今ね、うんって言ったんだよ。そういうのじゃない。さっきレギュラーが出ただろう。ネタが募集しましたからね。募集出ました。募集出ました。はい、募集です。はい、じゃあ佐藤君行きましょう。はい。あ、次の問題いきますか。もう違う、もう一回、最後、佐藤君行きましょう。はい、行きますよ。それではテゲテレのテ、テレビのギャラは。テゲテレのゲ、現金払い。テゲテレのテ、テンション上げて。テゲテレのレ、レディゴー。レディゴー、レディゴー。あ、これは良かった。優しいね。いいな。一枚優しいですね。私もできました。すごい師匠が。あのね、私はやっぱり落語家ですから、ドドイツでやってみた。七七七五ね。で、これ皆さんの普段のこういうことがあるんじゃないかなって今ね見ててできましたね。行ってみたいと思います。テレビで馴染みの芸人さんが手を差し伸べて礼を言う。おお。
すごい皆さん綺麗ですね、鳥肌が立ちましたすごいですね、いやしょ、ありがとうございます、勉強になります、本当です、一晩考えたんですね、それであれだからね、はい、さあそれでは続いての問題いきましょうか、はい、続いての問題はこちらでございます、はい、さあそれでは上役くん、例のものを準備してください、さあ皆さんはですね、はい、落語家でございます、寄席の途中でお客さんの横断幕に思わず吹き出してしまいました、はい、そこで楽屋に戻るなり、うん、あの横断幕には笑っちゃったなぁと言ってください、うん、歌春師匠がなんて書いてあったのとお尋ねるので、続けてお答えください、うん、さあそれではホワイトボードに書いて、お、はい、じゃあ誰か行きます、はい、はい、じゃあトラム君行きましょう、あの横断幕には笑っちゃったなぁ、うん、なんて書いてあったの、金返せ面白い、ね、はい、でいいですね、それはありそう、はい、じゃあ続いては佐藤君、はい、あの横断幕には笑っちゃったな、うん、なんて書いてあったの、笑え泣けてくるけど一番やったー泣けて、さすがいいですね、泣けてくるけど、はい、じゃあ続いていきます、はい、はいはい、じゃあ木村君いきます、今度お二人でね、二人会を落語されるということで、いきます、はいはいはい、はい、いや先に言わないともうそろそろ段取り覚えないと、あの横断幕には笑っちゃったな、これリハから覚えてくれないですよね、一枚はいでおきますので、そうですね、そうですね、じゃあはいはいはい、木村君、あの横断幕は笑っちゃったね、なんて書いてあったの、ハゲは小遊三、うん、カツラは歌春、違って違って、そこは出さないですね、ここはそこは出そうや、ここ出そう、そこは出さないと、でもね、宣伝してくれたからこれ戻しましょう、ありがとうございます、良かったですね、はいはいはい、じゃあ、佐藤君いきますか、はい、はい、いやあの横断幕には笑っちまったな、うん、なんて書いてあったの、うわ読めねえんだ確かにね、おー、これは1枚、はい、じゃあ1枚、はい、次行きましょう、はい、はい、じゃあ、亜生くん、あの横断幕には笑っちゃったな、うん、なんて書いてあったの、もうお客さんが一人しかいなくて、こういう状態で読めない面白い、絵が面白い、片一方持つ人いなかったですね、持つ人なんじゃない、なるほどね、なるほどなるほど、横断幕にはなかった、はい、じゃあ、トナミくん、はい、あの横断幕には笑っちゃったな、うん、なんて書いてあったの、頑張れなでしこジャパンいいです、もう大好きだから1枚あげちゃおう、やっ、はい、もうやったほどですよ、はい、佐藤君、はい、あの横断幕には笑っちゃったな、うん、なんて書いてあったの、頑張れ侍ジャパン、いや面白い、一緒やん俺と、いやもう侍ジャパン滑ったけど、いやいやいや大丈夫大丈夫、もう最後いきましょう、最後です、はいはいはい、最後です、はい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 じゃあもう早かったんで木村君、じゃあいきます、はい、いやあの横断幕は笑っちゃったね、おなんて書いてあったの、歌春師匠の私服は派手って、ね、ちょっと思いますねさっきのね、うまい、これ2枚こうやって褒めてもらえると嬉しい、しかもね、あの追伸ですけれどもね、師匠いい匂いがするんですよねものすごい石鹸のいい匂いがするんですよね、素敵です、ストップいかれたんですか、何を言ってるんだよからなですね、はい、君何を言ってるんだよということで、はい、第1回テゲテゲ大喜利大会にある優勝、はい、終わりです、優勝者は誰でしょうか、ダラダラ1枚が、じゃあこれ佐藤くんですね、佐藤くん5枚ということでおめでとうございます、はい、おめでとうございます、師匠いかがでしたか、いやこれは面白い、ね、あぜひあの来週から金曜日のレギュラーにしよう、いやもうこれ、ねね、みんなノイローゼになるんだから怖いですけど、本当ありがとうございました、ありがとうございます、さあ、ということでそんな、歌春師匠でございますけれども、もうすぐですね、師匠の落語こちら寄席をですね見ることができるということで、こちらこれなんですよ、はい、私がプロデュースをしておりますね、はい、市民プラザ寄席なんですけれども、この商店でおなじみのですね、三遊亭小遊三さんをお迎えしまして、歌春小遊三、ちょっと写真が偽装ですけど若すぎるという、歌春小遊三二人会が開かれます、はいはい、日時は10月4日日曜日午後2時開演、場所は宮崎市民プラザオルブライトホールです、詳しくは宮崎市民プラザ電話0985-86-7777までお問い合わせください、はい、山田君よく言えました
さあ、これどんな予選になりそうですか。もう何しろですね、この私もこういう雑誌をもう全力投球で頑張りますけど、はい、もっとすごいのがですね、このニュースペーパーの2人なんですよ、はいはい、もうね最強のニュースペーパーはほら10人ぐらいいますけれども、その中でも最強のコンビをしてもらって、はい、とっておきのね、あのおでんのネタをやって、おでん秘伝のネタをやってくれるんですね。これはあるのかなと思う。これはねぜひぜひ見ていただきたいと思います。はい、時間に、ね、素晴らしいですね。マジ、ねね、ネタが面白いですよね。そう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 、もうぜひ笑いたいという方はぜひ会場の方に足を運んでいただきたいと思います。はいはい、また若干お席の余裕がございますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで今日のスペシャルゲストはですね、落語家桂歌春師匠、そして宮崎市民プラザからは上脇恵子さんに来ていただきました。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ゲストコーナーでした。さあ続いては九州一押しのコーナーです。はい、いや一言握手してください。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。とても楽しい。ありがとうございます。